だ今日は、プサンを確認しようと思ったんですが、まあもう、お店におっしゃる肉のお店では油がすごかったので、まあ当然確認は油があるもんなんですけども、まあちょっと今ダイエット中の私としては油身をできれば取れないということで赤身を買ってきました。で、赤身で肉さんを作ってみました。そしてサラダキムチとかね、つぶつけで、スープのしるかな。ご飯今麦飯なんですよ。美味しいですよ。じゃあいただきます。まずサラダにドレッシングを、うまい。
その心を4年生ぐらいかな、出産10人ぐらいが出産したんですけども、その子たちの話は、おい、お前ら先輩に話しろって言うんですね。先輩、いや、でも確かに同じ小学校の全員卒業しましたけども、先輩って違うでしょ、あんたたちの私のお父さんやお母さんにどうしたつますよって感じなんですけど、まず笑っちゃいました。その生物っていうのも、
なんで、書くのは大変ですけど、でもうまいですね。Thank you.
なんか今日めちゃくちゃ暑かったんですよ。特にこの部屋は西日を浴びますので、サンダーさんですよ、以上あったんじゃないかな。前に市役所から問い合わせの電話があったんですけど、僕は
ったりもしないですね。え、何の話とかにしたんですけど、どんだけか僕の名前で市役所へクレーム入れたらしいですね。僕の名前と携帯番号言ってなんか言ったみたいで、その回答出したみたいですけど、誰だよそんなこと。そんなは分かってるんですけどね、容疑者は一人いるんですよ。立つのは多分出かねないという、そんな被害者はかかってきても分かりませんよね。
豆腐だってうまいな、豆腐ちゃん。今日も美味しくいただきました。ごちそうさまです。